堤家は、名家の価格を有する公家藤原北家家十字流。当初は、中川家と呼ばれた。江戸時代の家老区は、倉前三十俵二人淵。明治維新後、家族礼志向により死者江戸時代の寛永八年に、大木町三条貞秀の子で、関路寺豊町の養子となっていた、邸丁町によって創設された。当初は、中川と合同していたが、 二代目にあたる、丁朝の子、輝町の大の遠方六年に加盟を、包美と解消した。包美大長広長は、正二県中納言に昇進したが、原則的には、三義が極寒であった。明治維新後の1884年7月8日、包美早尾町に、死尺の位を授けられた。 堤忠み町帝行町、堤明町帝ために堤つつみた町帝大町帝栄町、堤つみ町、堤広長堤ろ永がこれ永定こと明町、つつ町つつ町じ県領のことも、傍城俊喜よの子、官路寺愛町のご難、ありがとうございます。